ございます、土です。今日はめちゃめちゃいい天気ですね。さてこれからどこに行くかというと、一休さんに行きます。一休さんは先週も行ったので、今週もという感じなんですが、毎度お邪魔させてもらってますけどね。今日はねちょっと一休さんに伺いたいというね、アパルトバビのサーキット仲間がいるんで、一緒にお付き合いと、本当はね今日いろいろモディファイをするっていう友達、アパルトのね友人がだったんですけど、なんか昨日やってしまわれたようなので、後から合流するって言ってるんですけど、今日はとりあえずそこに行ってこようかなと思ってます。めちゃめちゃいい天気、今日晴天です、晴天、ね、いやいい天気ですね。さてこの間ね、筑波半年ぐらいかな、半年ぶりぐらい、去年の12月ぐらいから半年も経ってないか、でも11月ぐらい、12月ぐらいかな、11月、12、12、3、4ヶ月ぶりぐらいに筑波を走ってきました。筑波はねもう結構1年ぶりぐらいですけど、多分分かんないな、過去見直してみないと分からないけど、でも久しぶりですね、筑波はね、半年以上ぶりかな多分。それでいつもの通りちょっとね、ベスト更新はならなかったですけど、7秒だればって感じで、何台か速い車がいて、もう5秒いましたね、5秒、すごい。で6秒台が何台かいて、あと7秒台って感じで、なかなかね6秒台に出るにはね結構頑張んなきゃいけないんで、前の動画を見てもらったら分かるんですけど、意外と僕ねコーナリングはゆっくり進入はあれですけど、ゆっくり回ってるので、逆に言うとちょっとこうそこら辺もねもう少し効率よくうまく曲がっていかなきゃいけないかなっていう感じですね。だから6秒行くには少し、そういうところも気をつけて走んないとダメかなって感じですけどね、でもね楽しくね走れたらいいんじゃないかっていうところで、とにかく加速って楽しいじゃないですか、車ってね。なんかこう2速に、僕の筑波は僕は3速ですけど、3速でフル加速して、でレッドゾーンに手前にまで6線回転まで回して、で4速入れてまたブレーキングし3速っていうね、そういう何ていうんですかね、こう走ってる感じが楽しいじゃないですか。なかなかこういう高速道路だと、それもできないしね、制限速度もあるから、だからそういうのを考えると楽しいですよね、やっぱね。なんかなのでそういうのを考えるとちょっとね楽しさ倍増で楽しく走ってきましたけど、その何だろう、ちょっと無理はしない感じで走ってきましたけどね。で7秒台だったんですけど、一応ねタイヤはね 12D の履いて前後ね行きました。で走りも含めて、走りもそうだしブレーキングもそうだし全く違和感なく走れてますね。だからちょっとねなんだろうな、サスペンションがちょっとこう少しあれなんですよ、やわらかめなので、こうちょっとロールが多い、今までとね違うんでロールが多い気がして、でどういう風に走ってるその感触がね今までとは違うんですよね。なのでこう切った時に気足りないっていうか、なんかあんまり切っちゃうとなんか巻いちゃうんじゃないかっていう気持ちになっちゃうんですよ、ロールがあるから。なので切りすぎないから低安台になって一回ちょっと脱輪しましたけど、二部屋かなんかで危なく吹きできましたけど、一応そういうなんか危ないとこがあったんですけどね一回ね、動画には出してないんですけどありました。それでそこら辺がねちょっと克服できるといいかなと思ってるんですけどね、どうも低アンダーっぽくなっちゃうんですよ。前回も多分低アンダーっぽかったんですよね意外と。だからサーキットを
こう大きく使うっていう意味ではちょっともしかしたらいいのかもしれないですけど、いいのかなわかんないけど、まあ、脱輪車にはしょうがないですもんね。だからそこはちょっとあれなんですけど、でもまあいろんなことを考えるともうちょっとね、こう打覚っていうのを考えて走んなきゃなっていうのと、それからまあこう FF なんでね、こう荷重移動で、まあ、こう向きを変えていくっていうのをね、いろいろ、ダンロップ前でね試せるんで、ちょっとブレーキ踏んでグッてこうやってステアリング切るとグッて曲がったりするんで、また抜いてアクセル抜いてねとかね、なのでそういうんで、まあ、荷重が移動しただけでその意外とこうちょっとしたきっかけでステアリングが曲がっていくっていうか、車が曲がっていく感じがねあるんで、まあ、そういうのも試しながら楽しく走ってました。まあ、だから20台ぐらいいたのかな、300の走行会でしたけどね、まあ、いつもの通りほのぼのとした感じで走ってましたけどね、はい、まあ、でも300ってのは楽しいですよ、いつも、まあ、めちゃめちゃ速い人もいるんですけど、もう6秒台バンバン毎回出てる速い人もいるんですけど、まあ、そういう人となかなか出会わないんで、速いから、まあ、7秒台で走ってると、まあ、例えば5秒6秒ぐらいのコンマ6秒ぐらいの差で走ってると、まあ、そうそう出会えないじゃないですか、同じように走ってるからね。だから、まあ、1秒でも出会えないんじゃないかな、ね、だからそれを考えるとなかなか出会えないんですけど、まあ、自分は自分のペースでこう走っていくって感じですかね。楽しいですよ、まあ、さっきとはね無理なく安全にね、まあ、タイムではないので、まあ、一応タイムは走ってる限り一応ちょっとこう気にしますけど、まあ、でもねコンマ1秒でも同じだったりちょっと遅かったり前に速かったりとか、まあ、そういうのっていうのは意外と自分の運転スキルにつながっていくので、こうなんかサーキットでこのステアリングの打角とかあとは切り増しとかそういうのをなんかここにこう当てたらこのまま上がっていくかなとかね、まあ、切り増しもあんまり良くないとは思うんだけどね、だけどまあ基本的にはその切り戻しがいいと思うんですよ。切り戻しっていうのは要するに曲がりすぎちゃってとかいうよりはいいと思うんだけど、結構僕曲がりすぎちゃったからね、そうなんですよね。そのデアンダー以来ちょっとね増しすぎちゃってで戻してるっていうのがあって、まあ、その辺のスムーズさがないんですよね。だからコーナリングの進入はまあいいんだけど、曲がっていくのもいいんだけど、その後の出口がどうも怖くてそのままあまり戻すタイミングが遅くなってると。なのでちょっとグッて戻しちゃってるって感じがあるんですよね。そこをねちょっとね気をつけないとなって、何個かこう動画で見られるんで、まあ、動画を見てちょっと反省するのと、まあ、そういうところですよね。なるべく綺麗に曲がれるようにねまあ普通に曲がれれば、まあ、早いわけですから、みんなね、まあ、僕も含めて、だから綺麗に曲がるって大事なんですよね。まあ、直線はねその車のまあ、性能によるじゃないですか。だからコーナリングのスピードっていうのもそうだけど、基本的には綺麗に曲がるっていうね、そこが大事だと思うので、まあそうかなと思いますね。まあ、あとね、だから普段こうやって走っててもやっぱああいうコンマ1秒を考えてというかコンマ1秒速く走りたいと思って走ってるってことは、結構こうなんだろうな、操作にアグレッシブにやってるので、そういうのを考えると、こういう普段走っててもなんかゆっくりね、なんかシフトチェンジできたりとか、まあそういうのができるかなって感じですね。あとこう路面を見る感じ、うん、そういうのもなんかすごく養われますよね。サーキットは速いから、まあ、こういうのは全然遅いじゃないですか。だからそんな遅い速度域で走ってるから、ね、そんなに大変じゃないっていうか、なんていうのかな、そんなに無理して走ってるわけじゃないので、まあ、余裕で走ってるかなって感じですよね。前は86ですね。86いいよな、やっぱりなんか
あ、そう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 、一休さんのその空気給油つけたんですよ。あの、なんていうんですかね、リポスポタイプみたいになるんですよね。で、そこを、ステンかな、なんかでこうチューブを持ってって、で、あの、エアクリーナーボックスをリポスみたいにするってやつなんですけど、基本的に何が良かったかっていうと、やっぱりね、排気音が変わったかなって感じですね。めちゃめちゃで、排気音が変わって、排気音が変わった後に何が変わったかっていうと、やはりトルクが増し、トルクがちょっとね増したので、こういう4速、今5速ですけど、5速で何キロ、今なんだ、70キロ、60キロぐらいとか、60キロぐらいに減速した時に、その60キロぐらいで減速して、そこからちょっとこう間がから少しこう加速するにしても、まあそんなにエンジンがブルブルブルってならないっていうかね。だからとってもこう楽ですね。まあ4速だったらもう全然そんな低速になってもまたそのままアクセル1本できるって感じだ。すごい楽ですよ。街乗りにめちゃめちゃいいかなと思うな、レッキューさんの新しいエアインテーク。しかも純正軽じゃなので、あの大気開放にしなければ、あの普通の純正と同じようなパイプがついて、それはまあ純正ポン付けなんで、これめちゃめちゃいいですよ。純正ポン付けいいですよ、ね、だから車検対応的な感じですかね、めちゃめちゃいいと思うな。とにかくこう届くフルになる、ちょっとだけね、こんな気持ちだ。こういうアクセルなんかで、高いギア、ハイギアで低速になった時に、やっぱりトルクがないとそこからの加速ってなかなか難しいじゃないですか。でそれをなんかちゃんと補ってくれる感じがあって、まあ、めちゃめちゃっていうかね、かなりいいですね。おすすめ、まあ、おすすめするパーツっていっぱいありますけど、最近では一休さんのそのインテーク、エアインテーク給油はね、めちゃめちゃいいですよ。で見た目もかっこいい、綺麗だし、なんかアバルトのエンジンでもって赤いね、もともと純正のエアクリーナーが入ってるけど、それを、まあ、BMC とかいろんなものに変えていくと、どんどんエンジンがあらわになってくるじゃないですか。でエンジン自体がもともと綺麗じゃないから、なんかかっこ悪いんですけど、それをつけると急にそのなんだろう、輝いたメッキの綺麗に、綺麗なシルバーが出てきて、シルバーの色がね出てきて、で急になんかかっこよくなりますよ。で僕はちょうどフォグを取っちゃって、フォグのところから休憩してるので、まあ、そこの蛇腹も全部そこまで入れてもらってるので、そこからあの休憩してるって感じですね。だからそれがいいかどうかは別ですよ。あの、このワイパーのところのから休憩をする方が多分休憩効率はいいかもしれないですね。分圧がそこで入っていくので、多分そういう方が空気圧の圧力が入っていくのがいいのかもしれないけど、まあ、僕はちょっとそうやってあの防具とか取ってますね。ちょっと今なんかね、僕も結構待ったんですよね。やっぱ最初の方にお願いしたけど待ってたから、やっぱり皆さんつけられてるんじゃないかな。で受注生産だからでバックオーダーがあるので、やっぱりなかなかそのバックオーダーをずっと順番に処理してるから、なかなか難しいのかな、まあでもすごいいいですよ。やっぱりいい感じ。まあ、その 待てるんだったらお願いして待ってるのがいいかなと思いますね。まあ、見た目のかっこよさ、それと実際にちょっとだけ届くのが上がる、やっぱそこのストレートの空気抵抗が少なくなっていいっていうふうに言ってますからね。あとやっぱり長くなるとそれだけいいでしょ、確かね。僕はよくわからないですけどね、その
良さっていうのはね、何がいいのかわからないんですけど、確かそういう何もないので、でそれでその部分で飛んでる内でも飛んでる結構多いんですよね。乗って一号乗ってすぐに湾岸に行くにしても、こっちが来るにしても必ずトンネル入っちゃうんで、その地下に入っちゃうんですよね。だから、池尻あたりからどっちにしても左右トンネル入っちゃったりするので、銀座行くときはずっと上で行けるんですけど、結構そうだな、トンネル入っちゃって、そうするとたまに帰り道なんですよね。むしろ行きはそんなに混んでないからいいんですけど、帰り道は渋滞があったりとかすると、その中央高速と東名とがあって、中央に出るのと東名に出るのは、東名に出る方は宮崎もそうですけど、でそれとあと普通に、山手通りかなとかに出たりとかする地上にね、でそこの部分のなんか分岐がトンネル入っちゃうと動かなくなる、このナビが動かなくなっちゃうんで、そうなるとちょっとそこで出ようかなと思ってもちょっと出れなくなっちゃう、どうなのか分からなくなっちゃう。分かるんだけど、できればちょっとここだなって分かるところがあるかなとか思ってて、それでその OBE にね、スマホとつなげるやつとナビが連動するのがあって、多分 OBE から車速とかそういうのを全部情報を取って、それでナビで大体の感じをトレースする感じなんですけど、でそれをつけたんで、今のところね、なんとなく合ってるような合ってないような気がします、ね。でもね、これ今赤いんで分かんないかもしれない。赤いんですよ、その GPS をキャッチしてると。それがシルバーっていうかグレーになっちゃう、グレーアウトしちゃうと、グレーになっちゃうと GPS から取れてませんよってなっちゃうんですけどね。でその GPS が取れてませんよというのがトンネル入るとすぐなっちゃうので、そうするとちょっとね、気持ち的に不安になるんで、ずっと赤いんでトンネル内もね、結構いいんじゃないかなと思ってますね。今11時50分、57分、あと30分、40分ぐらいで着く予定なんですけどね。一休さんはね、高速で行くんですよね。お分かりだと思うんですけど、で乗るのは意外と早く乗れるんですけど、力はね、だけど乗ってからね、一休さんまでね、ずっと高速なんで、意外とこう僕ずっと高速走ってるのはいいんだけど、意外と苦手っていうか、なんだろうな、スピード感が合わないっていうかね、みんなと。なんかちょっとそういうのもあって。後ろ気にしなきゃいけないじゃないですか。自分の走ってる速度と速く行きたい人がいるから、譲ってあげた方がいいじゃないですか。速く行きたい人にはね。だからちょっとこう気にするのが多いから、普通の一般道だったら別にそんなね、速く行きたい人はからって別に譲るっていうよりかは前もあるからね、意味がないのであれなんですけど、高速はね、
譲る方がいいと思うんで、まあ、そういうのを考えると譲ってあげるためにはちょっとこう後ろ見なきゃいけないから、それがちょっと大変ですね。まあ、そんな変わんないと思うんですけどね、譲ってあの早く行ってもね、あまりね危険が増すだけで、まあ思うんですけど、まあ、まあそこはね、まあ、だんだん雲がありますね。都内はね、まあ、ここはまだ都内草加だからもう埼玉、都内はね雲一つなかったんですけど、やっぱり山が近いのかわかんないですけど、ちょっと雲が見えてきましたね。まあギーンって言ってると思うんですけど、僕のはファイナルを変えてるので、さっきの筑波の話に戻りますけど、筑波はあの3434で走ってるんですね。3速4速3速4速ね。で、筑波って本当は1コーナーとかは2速に落として回るっていうのが普通なんですけど、まあ、ギア比的にね、上がるとは。まあ、大体の車もそうだと思うんですよね。ノーマルのギア比だと。だけど、僕のはファイナルを変えたって、少しローギアードになってるので、3速で行けちゃうんですよね。だから、富士なんかも1コーナーは3速で行けるし、2速も落とさないと。だから2速で落とすところってよっぽどブレーキングして坂があるとか、まあ、そういうところだけなんですよね。ほとんどあの3速4速で行けちゃうんですよ。まあショートサーキットはあれなんですけどね。で問題点は楽そうに見えるんですけど、問題点はローギアになってるので、当然回転数上がるの早いんですよね。だから次のギアに行くかどうか、3速で引き切っちゃうですよ。レッドゾーン入っちゃう。だからレッドゾーン入るから4速に行きたいんだけど、4速に行くと当然ちょっとこう加速感が落ちるわけじゃないですか。またはそこからその反動でなおかつ加速したとしてもすぐにまた3速を押さないといけないとかね、そういうの多々あるんですよサーキットでは。なので、まあ、そこら辺のこう切り替えの感じ、タイミングっていうのをちょっと考えながら走んないと難しいっていうのが難点で、まあ、あとはでも筑波なんかはもう3434で走れるので、まあ、1コーナー3とか1部屋とかも3だし、まあ、他も全部3で2部屋も3だし、最終コーナーはまあ4速で行っちゃいますけど、まあ、そうやってほとんど3-4で行けるところが、まあ、めちゃめちゃいいかなっていう感じですね。なのでそうだな、でもねプロの飛雄先生の、まあ、見てると意外と2速落としたりしてるな。飛雄先生は3速でいってるかな、うん、そうだな、まあ、でも2速落としてくる方にあるかな。なんかね、まあ、プロはねちょっとギア比の感覚が感覚で違うからね、なんか違いますよね僕らとは全く。すごいなんか感覚出してる感じ。だから僕はいつもここ持ちますけど、富ちゃんはここで走ってますもんね。常日頃持ってる位置で、ここごついじゃないですか。それでもここ持ってやってますから、やっぱりそういう風に考えるとやっぱりプロはね、なんかそこにはそれなりのなんかあるんでしょうね、あの走り方っていうのはね。
開くと、まあ、バルブが開いてサーキットで走るようになるんですけど、いやめちゃめちゃいい音でしたよ。なんかね、なんか駅マニューを変えてあるような、なんかこう低音でゲドゲド言ってない感じですね。普通暴れちゃうとゲドゲド言っちゃうじゃないですか。でもゲドゲド言わない感じ、いやすごいいい音でしたね。ボボボボボって、まあそれぞれね、メーカーだったらショップによって、メーカーによっていろいろこう音のいろんな差ってあると思うんですけど、まあ、300Z だと意外とサーキットで走ってて高回転域でのこう音の高さみたいなのがあって、ちょっとラッパーっぽくパーンって言うんですよね。それが僕は好きだから300のマフラーにしてますけど、基本その低域は、その一休さんのオリジナルはすごい 低音のこう太い感じでありましたね。いやなかなかいい音でしたよ。ちょっとあのスティーレに近かったですね、音がいい音で、そのおかげもあるだろうし、いろんな意味で5秒ってすごいよね。5秒ってね、ここなんか7秒だからもう2秒あそこに縮めるってすごいなと思っちゃいますね。もっとコーナリング その進入とアウトを極めないと、ちょっと5秒台ね、5秒台と6秒台もね、遠い感じ。6秒台行くにはね、もうちょっと丁寧に走っていけない感じ。まあまあ、でもね、それでもね、やっぱり楽しく走ると事故なく安全にっていうのが一番なので、まあそこを考えると安全ですね。あの気持ちが焦らない、結構真剣に走ってますけどね。そうそう。で、前回の動画でこのデカロのこのごつい硬いウレタンなのか分かんないけど、この硬いファイバーなのかどうか分かんないけど、このデカロのシートの2脚入れてる A さんがいて、すごいですよ、カーボンですよ。カーボン2脚ってね、どんだけリッチなんだって感じ。普通に椅子だけで3桁いきそうな勢いじゃないですか。いやすごいね、すごいビビりますね。まあ僕的にはすごいなと思っちゃうけど、まあでもね、軽いと思うんですよね。で意外とね、よく見させてもらったらカーボンがちょっとマットな、ちょっとだけマットな、あんまりツルツルツルってしてなくて、クリアが意外とマットっぽくなってて、結構かっこよかったですね、やっぱりカーボンね。カーボンいいよね、椅子のカーボン。まあ憧れますが、なかなかね。ちょっと僕のはね、ラボードのシートレールとデカロなんですけど、ラボーノのシートレールが結構ね、ローポジなんですよ。で、ラボーノにしたのは、一応その強化、車検対応になっていて、車検が通るように、検査をしてあるんで、なので、ラボーノいいなと思って。でもね、このシートはもともと、もうローポジなんで、まあ、普通のレカロ純正のシートレールでもいいのかななんて。ちょっとそれ考えたら、まあどうなんだろうなって感じで、まああんまりそこにこだわってもしょうがないんで、これでちょっと上げていく感じでもいいかなと思ってます。いやいいっすよね。でなんでその車検タイムにしてもらってるか、車検タイムになってるかってやっぱりね、そう合成ですよね。合成。やっぱりね、万が一、まあ、高速道路でもそうですけど、万が一何かがあって、自分の家のじゃなくても、なんかね、雨の日とかでいきなりこうトラックがガーって時に避けたらこっちに行っちゃった時とかも、やっぱりその剛性があればやっぱり体守られますからね。で、まあ、特にサーキットは6点だから、股にも入ってるし、左右それからここにも入ってて、しかもハンスもしていて、首がこれ以上振られないので、もうとにかく椅子と一体となってるんですよね。
だから車がひっくり返ろうが何しようが、宙吊りになってもコロンって裏返しになっても下に落ちないっていうね、知ったと思う。だからそれぐらいの防水がないとダメなんですよ。なので車検タイムにしてるんですけど、まあ、そういうのを考えるとね、あれですよ、やっぱりね、ちゃんとしたものを入れるのが別ですね。で昨日ね、YouTube で見てて、たまたまね、なんで見たら、なんかおすすめに出てきたんで、その、つくばの2024年のタイムアタックのおすすめが出てきて、でアバルトがいたんですよ、黄色いアバルト。1分でしたよ、1分。1分0秒台。すごいっすよね、アバルトですよ、高級の。いやー、1分とか、めちゃめちゃ速くないですか、1分。どんなタービンなんかって感じですよ。ね、もう、信じられないね、タービンのすごさ。ちょっと異常な感じだよね。で、まあ、そのタービンはどんなのか分かんないんだけど、まあ1分走ってるアバルトがいたんですよね。黄色く見えて、黄色いアバルトあったかな、分かんない、他にもいたのかもしれないけど、いて、それでそのアバルトのリザルトがこう2024年タイムアタックのリザルトが出て、でアバルト595、1分ってなってましたから、いやすごい、7秒縮めるってね。いや普通にフラストレートももう1分で走ってる車、本当に踏ん切りを目指して走ってる車と同じぐらいのトップスピードですよ。だから200キロ出る勢いじゃないかなとは思うんですけどね。僕らだと110キロ、120キロぐらいなのかな、ブラストレートって。わかんない、ちゃんと見てないけど、まあ、スピードはね、僕は見てないですけどね。いやでもそう、やっぱすごいよね、恐ろしい。
さっきと朝6時何分に待ち合わせするんですよ、みんなで。で待ち合わせをして、それからちょっとお腹減った人はご飯食べたりとかして、でそれからみんなで向かうんですけど、まあ、最後のパーキングとかサービスエリアなんですよね。でみんなで向かうんですけど、そのねパーキングに向かうまでが楽しい。まあ、サーキット行くのも楽しいんだけど、まあなんかね段階があって、最初にパーキングに行ってみんなと迷うとかいう感じも楽しいんだよね。で300はいつも終わってから、まあ、とんかつ食べてるんです、なぜか。まあ、とんかつじゃなくてファミレスと今あるんだけど、だいたいそう、袖森の時は UFO っていうね、食事するところがあって、 UFO って言うのかな、遊ぶ歩く UFO って UFO みたいな感じなんですけど、 UFO に行ってそれでご飯食べるんですけど、まあ、何でもあるんですよ。刺身からね、揚げ物から何でもあるんですよ。ラーメンとかもあったかな、確か。何でもあるんで、そこはすごくいい、しかも美味しいしね、いいんですけど。で富士も終わってからとんかつなんですよ。で筑波も終わってからとんかつなんですけど、そのとんかつがね食べるのが楽しい。みんなでねワイワイ、その日のなんかこう動画見たりとか結構楽しいですね。だからそういうの考えるとイベントっぽくていいんだよね。左だけなんですよ。左のフロントに、なんだっけ、タイヤが当たっちゃうんですよね。だから、筑波とか右回りじゃないですか。右回りだと、だいたいコーナリングとか右回りだと、こうすると左に傾くんですよね。当然のことながら。で、こうぐっとね、荷重が引くから。そうすると左が沈んでステアリング切ってると、どうしてもその左の前のところのあのライトをこうフォグなのか普通のライトなのか分かんないけど、なんかこうフォグかなを あのアクセスする扉があるんですけど、そのタイヤカバー、ホイールカバーのところにね、プラスチックので、そこに当たっちゃうんですよね。でずっと擦ってしまうという。でね、今回新品に交換したんですけど、前回はね、前回っていうか半分なくなっちゃって、取れちゃって、ずっと擦ってたらっていうのがあって、ちょっとそこもねなんとかしないとって感じで、まあ、車高を下げすぎてるっていうのもあるんだけど、下げすぎてるっていうと下げすぎてないんだけど、ステアリング切れるぐらいなんだけどね、下げて当たっちゃうっていうね。そっとかなんないかな、なんかこう工夫して、そこなくてもよくて、ただし前になんかこう網を入れるとか、網、まあ取れない感じでね、危ないから、なんかそこら辺のなんかこうどこなんだろう、そういうのうまくいかないのか。そういう時に一休さんですよ。300もいろんな話をして、こうしたあしたいっていうといろいろやってくれるんですよ。だからそういうのとか、僕フロントがサスペンションがタンクが別なんですけど、別端仕様なんですね、前後ね。で前のタンクも本来そのサスペンションの上の方、外側のサスペンションがこうやってあって、その外、ここにこっちがボディー側だと、このボディー側の外側のところにこうやって上にあったんですよ。で車高が低いからコーナリング時にやっぱ左側が当たっちゃって、なんだろう、ちゃんと止めててくれたんですけど、スチールのあのカバーでこうベッタンをね、タンクをね、だけどそのスチールのあれが擦れちゃって、将来的に危ないなと思って、まあ、タイヤも危ないしね、ベスタンも危ないから、だから
場所を変えてもらったんですよ。で今はフロントの、下の方、全然タイヤが当たんないタイヤカバーの外側に移設したんですけど、なんかでもね、そういうのって思うじゃないですか。上にやった方がいいのかなとか思っちゃうじゃないですか。普通なんかベッタンで、あの通りすとかいろいろあるんですけど、そのスペーションの形状でね。でそうだと基本あのこのクリクリクリって回すところ、あのピドアッパーのところのところにタンクが来て、でベッタンがそこにつけられるっていうのがかっこいいじゃないですか。開けるとベッタンが見えて、かっこだけはね。僕のはもう全然見えないところにあるんで、ちょっとアクセスもしづらくて、だからあんまりセッティングも変えられないって感じなんですけどね。まあどちらにしてもタイヤを出さないとセッティングは変えられないので、もともとねその上にあったとしてもタイヤホイハウス、タイヤホイハウス内にあったので、だからまあそんな頻繁にセッティングを変えるというよりかは、サーキットの時にタイヤを変えていくじゃないですか、いつも。その時にちょっとセッティングをいじるっていう感じ。まあ、でも走った後にセッティングを変えていくのはなんか大変ですよね。毎回毎回タイヤ外してるとちょっと、まあ、大変じゃないけど、まあ、ジャッキアップが大変かな。でそれで果たしてワンクリックでその状況がいいのかどうかっていうのもあるじゃないですか。だから結構そこら辺はね、上にあるといいですよね。そのピドアッパーのところに、ピドとかアッパーのところにベッタンがあるとちょっといいですよね。なんかそれはしたいんだけど、このダンパーでは難しいんですよね。でもしかしたら穴開けてどっか鉄板にで通してくればいいのかもしれないけど、まあ、難しいみたいで、なのでハイタイヤホイールのハウス内に入ってしまったというところですね。でリアはね、これリアも別端なんですけど、リアはめちゃめちゃいいですよ。フロントはね、なんだろう、今までよりも許容が大きくなった感じなので、リアはもう全然その油量が違うと思うので、逆に言うとすごくそのなんていうんですかね、もう月が良くなった、月が良くなったっていうよりは月がこうまろやかになった、なんかドーンとかいうのがなくなって、ドーン、あ、トンって感じになったんで、こう普段乗っててもすごい楽ちん。まあ、タイヤにも依存しますけどね。基本だからコンフォートなタイヤで、アバルトだったら205でちょっと丸くて、であまり扁平も低くなくて、そういう柔らかい、サイドが柔らかいタイヤだったらめちゃめちゃいいと思うんですけどね。だと乗り心地もいいし、そういうタイヤも選択しないと乗り心地って良くなっていかないですけど、まあでもね、これ今ネオバ履いてるんですけど、ネオバなんてね、角張っててサイドが、でしかもサイドはそれなりに硬いんですよね。12DL が硬いんですよ、サイドが。なので結構ガチガチなんですけど、だから 12D 履くと超乗り心地いいですよ、逆にね。71とかも、ここはもう本当そう、サイドの硬さがこのネオバ硬いんで、でもその硬いネオバでも乗り心地がいいと、あのドーンっていうのがなくて、トントンって乗る、こううまく走っていると、なのでいいっすね。まあなんでそう、まあ基本サーキット走るとどうしてもそのノーマルスペックだとちょっとダンパー、まあ、とにかく車高調にして、なおかつそのセッティングは変えられないと、その、硬さを変えられないとちょっと難しいじゃないですか。だから変えるから、まあついでだからいいと思うんですけど、まあ、普段乗りでね、なかなかねこうやってサスペンションとかダンパーを変えてっていうのはね、ちょっとハードル高いっていうか、もともとあるのでダメなのみたいな、まあ、車高をどうしても落としたいとか見栄え的だったら、まあ、車高調にしてね、落としていくとか、スプリング回転を落としていくとかあるとは思うんですけど、まあ、そういうのも考えるとサーキット走るんだったらまあいいなって思うんですよ、そのサスペンション変えるダンパーとかね。ただし普段乗りとサーキットだとその硬さを変えるんですよね。
やっぱり。あ、ちょっとファミマ寄りましょうね。